はい、皆さんね、この1週間本当に辛かったと思います。あんな偉大な人がこんな死に方をしていいわけがないっていう、納得できない気持ちっていうか、信じられない気持ちっていうか、誰よりもバスケを愛していて、誰よりも努力を重ねて、でも周りはやっぱり彼の熱量だったり努力量についていけないプレイヤーが多くて、孤独な時が多かったと思うんですけど、どんなに批判されてもバカにされてもコービーは常に自分に自信を持っていて、むしろそれを怒りに変えてモチベーションに変えて、キャリアのどこを切り取っても常に強くなろうとしてた選手でした。引退後は同じくバスケをやってるね、自分の娘と時間を取ったりいいお父さんしてて、それに多くの後輩 NBA 選手たちのメンターにもなったりして、 NBA 選手としてではなくて人として僕が最も尊敬する人の一人でした。初めて買ったユニフォームはノビツキーだったんですけど、2番目に買ったのはコービーでしたし、初めて買った NBA 選手の方もコービーでした。コービー・ブライアントは本当に僕のヒーローでした。もちろんそれは僕だけじゃなくて世界中の人たちがそうで、このバスケットボールコートにね描かれた絵は僕アメリカだと思ったんですけど、これフィリピンのねコービーを追悼するファンたちが集まって描いた絵だそうで、もう世界中の著名人はもちろん NBA 選手だってもちろん、スポーツっていった枠を超えてみんながコービーとの別れをね惜しんでるんですけど、僕から何ができるのかなっていうのを考えた時に、絶対ね今もしまだコービーが生きてたらくよくよしたりする時間を自分のやらなければいけないことに費やせよって言うと思うんですよね。コービーってそういう男だからさ。なので僕にできることはこのままずっと悲しんでることじゃなくて、コービーが今まで生きてきた証を、僕たちに残してくれたものをしっかりと語り継いでいくことだと思いました。はい、ってことで今日はですね、コービーと共に NBA の一時代を築いたシャッキール・オニールとコービーとの関係性を追いながら、コービーのキャリアを振り返っていこうと思います。コービー・ブライアントは1996年の NBA ドラフトでシャーロット・ホーネッツから全体13位指名を受けました。大学でプレーしてから NBA にエントリーするのが一般的な道であるのに対し、コービーは高卒で NBA ドラフトにエントリーしました。そんなコービーをドラフトの当日にレイカーズはキャリアの全盛期に向かいつつある自分たちのセンターブラディ・ディーバッツというプレイヤーとトレードしました。今現在キングスの GM をやってる人ですが、当時の彼は当然、なんで俺がこんな17、18のガキとトレードされなきゃいけねえんだとかなり揉めたそうです。そして同じく1996年、当時の NBA のバランスを根底から覆すような選手の移籍がありました。当時最も支配的なセンターとして、現在でも歴代最高のセンターの一人として数えられている怪物シャッキール・オニールがオーランド・マジックからロサンゼルス・レイカーズに移籍。まあ、バックボードをぶち壊すほどの強烈なパワーを持った選手で、もう現役時代は文字通り化け物だったわけですけど、引退後はねもともと陽気なキャラで知られていたので、 NBA のコメンテーターをやったり、シャクティン・ナフールっていうね NBA 選手たちの珍プレーを紹介するコーナーをやってたりします。というわけで、レイカーズのレジェンドであるマジック・ジョンソンが現役を引退した1996年に、将来同じくレジェンドになるプレイヤーが2人レイカーズに加入しました。後にマイケル・ジョーダンとスコッティ・ピッペン、マジック・ジョンソンとカリーム・アブドゥル・ジャバーやレブロン・ジェームスとドゥエイン・ウェイドのように歴代屈指のデュオと呼ばれるこの2人の当時の立ち位置としては、コービーはまだ名の知れないルーキー、そしてシャックは NBA のスーパースター、もっともこの2人の性格は真反対と言ってもいいぐらいで、コービーはバスケに自分の魂を捧げていて、高校を卒業したばかりの17、18の少年とは思えないほどの自信を持っており、バスケットボール以外の誘いだったり質問だったりには全く関心を寄せない、チームメイトと距離を取って過ごすタイプの誰よりもバスケにストイックな男でした。 I don't deal with people that don't commit at that level but then act as if they do. I don't deal with that. それに対してシャックは陽気な性格であり、常に仲間の輪の中心にいるような存在で、時々練習に対する態度に疑問符が打たれてたりもしました。当時この2人がお互いのことを理解し合えるはずもなく、シャックはコービーのプレースタイルを目立ちたがり屋だと表現したり、コービーは当時年下で立場的にもシャックの方が上でしたが、当時レイカーズの GM だったジェリー・ウエストが仲裁に入るほど2人の関係は良好ではありませんでした。The next thing I knew, I saw a big hand coming this way,
And I remember going this way. そんな2人のターニングポイントとなったのは殴り合いの喧嘩だったそうです。チームメイトが止めに入るくらいの喧嘩に発展したそうですが、2人の本当の関係はここから始まったとコービーが後に述べていました。 that day was a big turning point for him because it was like, you know, he's generally used to talking trash and saying what he wants and nobody really stepping up and challenging him on that. And when he saw me challenge him on that, he was like, this kid's crazy. All right, I can win with that. You know, and so that was kind of the beginning of our relationship, I think. コービーにはコービーで勝たなければいけない理由があり、とりわけキャリアの全盛期に入ってまだ優勝ができていないシャックにも絶対に勝ちたいという気持ちがありました。I remember one day reading in the paper, oh, Shaq's averaging 20 or 30 and doing this, and the great Kareem Abdul-Jabbar said, well, he didn't win none yet. Right. So is he great? And that just kind of... 殴り合いの喧嘩に発展したことが、双方ともどれだけ勝ちたいと思ってるかを認識させるきっかけとなり、コービーとシャックはついに2000年に初優勝を成し遂げます。そこからさらに2連覇を成し遂げ、ついに3連覇を成し遂げました。ですが4連覇を目指した翌年、サンアントニオスパーズにスウィープされてしまい、その翌年には当時コービーとシャックにとって4回目の優勝まで目前に迫りましたが、デトロイトピストンズに敗北。The Pistons smashed the Lakers in five. この年のオフシーズンにシャックはレイカーズにトレードを要求。当時のシャックとコービーの関係はすでに修復不可能なものになっており、レイカーズはコービーを残すのかシャックを残すのか、どちらか一方を選択せざるを得なくなりました。 It's certainly a disappointing day in a lot of ways in Los Angeles. Big shift in the balance of power in the NBA as the league's most dominant player is headed back east, the newest member of the Miami Heat. Remember this, I'm gonna bring a championship to Miami, I promise. レイカーズが残すと決めたのはコービーで、シャックはマイアミヒートへとトレードされました。2人が初めて対戦相手として顔を合わせた2005年のクリスマスゲームでは、シャックはコービーの顔を見向きもしませんでした。You didn't even look at your former teammate Kobe Bryant. Why not? You shook everybody else's hand. Merry Christmas everybody out there. コービーがキャリアの初めから言われ続けてきたこと、それはお前はシャックがいたから勝てたんだよということでした。When I retire, I don't want people to say, okay, he only won because of Shaq. As unfair as that is, Magic never won without Cap, right? Michael never won without Scotty. So, but here I am getting stuck with this argument, which is not fair, but yet this is the argument people will make, and I'm not okay with that. しかし、2人が初めて離れ離れになったこのシーズンに優勝を成し遂げたのはコービーではなく、シャックでした。And the Miami Heat are champions of the basketball world!シャックに先に優勝を成し遂げられ、やっぱりあいつはシャックがいないと何もできないと屈辱的な言葉を浴びせられたコービーでしたが、コービーはその怒りを力に変え、さらに強くなって戻ってくることを自分に誓います。 I wanted you to get that. I needed that. I wanted that. Like, I wanted people to say, see, see, this is what they're missing here. This is what they gave up for. Right? Kobe should have been the one to go. Now he's in Miami. He's went, I needed that. I wanted that. I wanted everybody to hate me. I wanted to fuel off of that and just come back with so much anger and so much vengeance. そしてその言葉通り、コービーは2007年、8年のシーズンに自身初のシーズン MVP を受賞すると、ついにレイカーズをファイナルの舞台にまで導きます。レイカーズのファイナルの相手はボストン・セルティックス。その年はポール・ピアース、ケビン・ガーネット、レイ・アレンのビッグ3が形成された年であり、レイカーズとセルティックスの名門ライバル対決から多くの注目を集めましたが、第6戦までもつれ込む激戦の末、セルティックスがレイカーズを倒し NBA チャンピオンになりました。Yeah, you couldn't do without me. Kobe, you couldn't do without me.
Kobe, you can't do it without me. Everybody, Kobe, tell me how my ass tastes. Yeah, you can't do it without me. やっとの思いで手にしたチャンスを逃してしまった悔しさや、シャックに屈辱的な言葉を浴びせられたコービーですが、またしても翌年にファイナルの舞台にまで這い上がってきます。そしてついにオーランドマジックを倒し、念願のシャック抜きでの初めての優勝を成し遂げます。 LA wins the 2009 NBA title。 そしてさらにその翌年にもボストンセルティックスに2008年の雪辱を晴らし、 First repeat back-to-back titles。 The LA Lakers the 2010 NBA champions。コービーはシャック抜きでの2連覇を成し遂げ、シャックの4つを超える5つ目のリングを手にし、その時すでにコービーはシャック抜きじゃ勝てないといったような議論は終わりを迎え、あのマイケル・ジョーダンとも比較されるほどの歴代最高の選手の一人として認識されるようになりました。This is something that I have to live with, that Kobe has five and Shaq has four. So I got to live with that all my life. That brings me so much joy. but you know what I may do next week? I may sign with Golden State on your ass. So I can get another one. Sign a 10-day. Hey, man. Sign a 10-day with Golden State. Oh, man. チームメイトのようで往年のライバルだった二人ですが、引退後はすっかり仲良くなり、もしあの時シャックが残ってたら、一体いくつコービーとシャックはリングを取っていたんだろうっていうのはよく語られることですが、お互いの存在があったからこその二人だったのかもしれません。だからこそお互いのことを本当の兄弟だと思い始めていた二人だったのに、コービーのあまりにも突然過ぎた死はシャックにとって本当に辛い出来事だったと思います。 The fact that we're not going to be able to joke at his Hall of Fame ceremonyWe're not going to be able to say, hi, I got five, you got four. The fact that we're not going to be able to say, if we would stay together, we could have got 10. Those are the things that you can't get back. And I just wish I could be able to say one thing to the, one last thing to the people that we lost. Because, you know, once you're gone forever. And, you know, we should never take stuff like that, いかがだったでしょうか。シャックとコービーの関係性から皆さんいろんなことを感じたと思うんですけど、多分日頃皆さん過ごしてたら、あの時はごめんなだったり、今までありがとうっていうのをね、ちゃんと伝える機会っていうのがなかなかないと思うんですけど、いつその人が本当にいなくなっちゃうかって本当に当たり前じゃなくてわからないんですよ。だから僕は今親でも大事な友達でもちゃんとそれを伝えられる瞬間瞬間を2人のインタビューを見て大事にしていこうと思いました。皆さんもぜひコメント欄で感想とかシェアしていただけたら嬉しいです。それじゃあ皆さん、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。